はいどうも、ビップです。やってきました、ビップです。よろしくお願いします、ビップです。ということで、本日の動画はですね、サムネタイトル見てもらったら分かると思うんですけども、OB 第2弾ガチャ引いてみたいと思います。いや、来ましたね、OB 第2弾、こちら。いや、で、ちょっとさっきパッと能力見たんですけど、熱いっす。熱い。もう欲しい選手結構います、今回の OB も。で、イベントがね、ヒーローズ、これ確か神でしたよね。神イベントでしたよね。これちょっともう今日生放送でやっちゃおうかな、ヒーローズ。どんぐらいで終わるやったっけな。ちょっとどんぐらいで終わるかはっきり覚えてる方ちょっとコメント書いてください。でミキサー来て、そう完全移行来ましたと。シリーズ2に完全移行したんで、もうシリーズ1の選手は出ません、ガチャから。なのでね、もうミキサーもしてもいいし、契約書も多分このタイミングで開けてもいいと思います。まあ通常追加まだ待ってもいいと思いますけど、もしねシリーズ2で今欲しい選手がいるんやったら、今契約書で引くのが吉かな。うん、吉。ということで早速選手見ていきましょうか。まず赤堀選手来ましたね。別名ガチャ堀。まあけどもうね、あのムービングファストの回転が修正されてからガチャ堀じゃなくなったんですよね。若干ちょっと見極めるようになった。まあ若干やけどね、正味難しいけど。今もだってジャリエルのムービングファスト見極めれるかって言われたらちょっと微妙やもんね。ただしかも超大ピンチなんですよね。まあ赤堀さんね、スピリッツが低くなってきて使われてないけど、多分また4400なったら使われ出すと思いますんで、おそらく今後のリアタイまたガチャ掘りがね蔓延すると思いますけども、皆さん頑張って対処していきましょう。でイデホね、来ました。イデホ、イデホ選手俺一回ゲットしたことあるんですよね。あ、超広角ランや、イデホ。あー、超広角固め打ち左投手か。ちょっと得のは微妙っすね。まあただこういうフォームあります。はい、イデホ。おお、ホアシ選手懐かしい。ホアシ選手スライドパーム投げ方あるんですよね。ホアシ選手こう、あれ昔ね、俺の野球部高校の時にホース選手の投げ方真似してる人おったような気がすんねんけどな。スライドパームね。スライドパームってどんなんなんやろ。え、前からスライドパームやったっけ。ああれや、横浜の加藤選手と同じか。なるほど。なんかこうギューンと落ちるんですよね。あのギューンじゃないですよ、ギューンって落ちるんですよね、スライドパーム。確かそんな感じです。はい、来ました、たけしさん。たけしさんね、広角ないんすよね、こっちのたけしさんは。ただまあ楽天純正の方は必須ですよね、たけしさん。ロッテ矢蓋、ああ矢蓋選手来るか。なるほど、こういうあるんかな。あ、こういうあるわ。矢蓋さん YKK やったっけ。勝利の方程式ありましたよね、ロッテも YKK みたいな感じね。で糸井さん、ここで糸井さん来るか。俺阪神の糸井選手スピ解放したんすよ、大会阪神で出るんで。ただまあ糸井選手多分 A ランクあると思うんで、2体持ちしてもいいな。いやこれ超広角の糸井選手欲しいよ。もしこの糸井選手ゲットしたらリードオフマンになる可能性もゼロじゃない。 VIP のガチオーダーのセンターになる可能性ゼロゼロじゃない。今柳田選手なんですよね。柳田選手のベストナインタイトルホルダー来るまではこの糸井選手でもいいわ、正直言って。モサのオーダー大体1番糸井選手なんで、はい、なんか箔がつくんですよね、オーダーに箔が。八重樫選手、横浜八重樫選手、打ち方絶対癖あるやんこれだ。おーおーおーおおおお、え、オスだ、若干オスだやんえ、オスだ、もしかして八重樫さんの打ち方真似してるな。え、癖まみれやん。え、使ってみた、したいな。八重樫選手使ってみた、やってみたいね。いや、見てこのもみあげ。なあ、もみあげ。この角度でもみあげ出せるとこや、どこを教えてほしいわ。なかなかこの直角で出せるもみあげ、とこやいないよ。すごい。うわー、ロバートローズ。ロバートローズ、なるほどね。来ましたね。これ、横浜純正必須、ローズ。まあ、僕はね、右打者の高弾道なんで、そこまで欲してないんで、狙いには入れないんですけど、まあ、熱いっすね。浜中治。懐かしい。浜中選手、脱球したよね。脱球してからちょっとキャリア落ちたんかな、確か。いや、今、阪神純正やってるんで、浜中治欲しいな。普通に強いしね。まあ、治は狙いに入ってきますね。高橋由伸。いや、来るんや。第2弾なんや。いや、必須でしょ。これはちょっと4400の高橋由伸は、左バッター好きの俺からしたら、まあ、いるわな。うん、吉野部必須。もう言うまでもないよね、能力はね。うん、シュルツ、シュルツ、え、ツーシム、シュルツ。体を軽くひねり、角度のある球で打者を抑える。見てみよう。お、お、シュルツ一回出たことあんのかな。うわー、ひねってるわ。あ、シュルツもしかしたらこの固有フォームあるってことは昔出てるんちゃうかな。多分プロスピって昔固有フォーム頑張ってたんで、昔の選手って大体こういうフォームついてるんですよ、昔出たことある選手は。ただまあツーシーム A だけじゃちょっときついかな。まあ試してみたい気はあるけどね、ツーシーム A やし。ああ、岩瀬仁紀選手ね。岩瀬選手もね、まあ中日純正やったらいるんやけど、ちょっと今中日純正よく落ちてるしな。まあリアタイはね通用するかと言われたら通用しないんですけど、悩みどこやな、仁紀選手。
はい、ということですね、狙いの方が、ま、赤堀選手、糸井選手、浜中治選手、高橋由伸選手なんで、ま、欲しいのは4名、絶対欲しいのは4名で、使いたい選手はいっぱいいます。シュルツ使いたい、八重樫選手使いたい、ま、イ・デホも使いたいね。使いたい選手結構いますね。で、まあね、イベント走るにもボーナスいるし、育成もしたいから、今ここでね、この動画でスランク引かないと意味ないです、僕は。10連目いきます。いや、これね、30連目しか確定してないんで、マジでね、もう引くだけマジで無駄なんです、これ、ほんまに。マジで引かない方がいいです、ほんと確定ないんで。もう30連でやめた方がいいです。普通はね、普通はやめた方がいいけど、僕はまあね、引きます。しかも S ランク出ても 100% じゃないんで、50% かな、ちょっと見てみようか。50% やね、50%。うん、S ランク出て 50%。いや、これ結構第2弾、引く人多いんちゃう？年末近いけど。年末何が来るか分からんけどね。いや、年末のためにエナジー置いてる人も、この高橋由伸とか来たら心揺さぶられるでしょ、多分。マジでどうする、これ。俺はね、もうちょっとどうも答えれません。はい、エナジー取ってた方がいいですかとか言われても、ちょっと僕は答えれないですね。無責任になっちゃう、これは。なんか、まあ、第2弾もう熱いし、まあ、だから自分が本当に欲しい選手がいるは引いてもいいと思うけど、勝利だって別のようにタイトルホルダーだったらスピリッツが4500なりますから。あ、イデコ、ありがとうございます。僕イデコやってます。はい、イデコ年金のやつね。皆さん年金のイデコやってますか？皆さんイデコやりましょうね。さあ、ここ1人確定です。まあね、ベストライタイトルホルダースピリッツ4500やから、今こリアタイとかやってない人は賞味も多分ここ引かずにベストラインタイトルホルダーの方がいいんじゃないかなと俺は思うね。まあ、リアタイメインの方はスピリッツあんま関係ないから、まあ、関係あるけどない人の方が多いから、今ここで高橋由伸選手が引いてもいいかもしれない。さあ、カメラ来たらオサム確定。カメラ来なくてもいい、どっちでもいい。 OK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 。 さあ誰だ、4名よ。まあ、吉田部来たらマジで熱いけどね。吉田部来たら熱いけど、まあ、使ってみたわね。吉田部あんまりやるかわかんない。さあ、来い、ホアシ、ホアシ選手一番、あ、今日スライドパームか。スライドパームやからちょっと一回使ってみたいね。うん、ワンポイントいけそうやね。さあ、闇ガチャ突入します。ありがとうございます。もうこっから闇ガチャです、皆さん。はい、闇のガチャです。結構最近さ、プロスピ多分始められた方多くて、結構コメントでビッツ最近プロスピ始めました、どうやったら強くなれますかって質問がね、結構あるんですけども、最近始めたからです。はい、答えはね、うん、アンサーです、これ。最近始めたから弱いんです。プロスピっていうのは無課金の方とかであれば、もう本当に1年とかやらないとダメですよ。本当、強くなるためには課金できるのであれば、まあ、選手はね早めにゲットできるから、あと時間さえあれば育成はできますけど、最近始めた方はマジで最近始めたから弱いんです。うん、あ、フォアシュー偉くないっす。だから気長に、はい、気長にやりましょう。半年とか経ったら多分ある程度強くなるんちゃうかな、プロスピは。ちなみに言っときますけど、プロスピって無課金に超優しいゲームですからね、これ本当に。皆さん、なんか課金者、なんか課金者がずるいみたいな結構言ってる方いますけども、無課金にめちゃくちゃ優しいからね、このゲーム。全然無課金でもめっちゃ強くなれますから。はい、リアタイも強くなれますし、そこはあんまり、おい、てか OB の A ランクしか出てなくないな、皆さん。ちなみに10連目とかもそうやけど、え、あー速攻や、あー OB の A ランクめっちゃ出ると思ったら OB の A ランク出なくなった。さあ、まあまあ出ないでしょう、そんな簡単にはね。うん、皆さん、これひよこまんじゅう知ってます？これ僕ね、ひよこまんじゅう、これ別に福岡とか行ったわけじゃなくて、もうなんかいきなり急に食べたくなってネットで買いました。来た来た、ひよこまんじゅうのおかげ。皆さん、ひよこまんじゅう買えば、はい、S ランク来ます。はい、案件ではありません。ひよこまんじゅうの案件ではありません。ただ単にひよこまんじゅうが好きだったんで、僕が買ったら S ランクが来ました。ありがとう、ひよこまんじゅう。そしてここで大人が来なかったら、ひよこまんじゅうの箱潰そうかな。うん、さあ、はい、危ない、危ない。いや、なんでさっきまで 30% 引いてて、ここで 50% 外すん、マジで。フォアシの A ランクないっす。おそらく今日の動画さ、オープニング、まあみんな飛ばしてる方は分かんないと思いますけども、オープニングのてっ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 ての時の映像変わってるでしょ、今日。で、途中の多分アイキャッチ、画面切り替わる時とかのあれもちょっと変えてると思います、今日。ちょっといろいろね、作ってもらったりして、試行錯誤してね、動画編集に変わり映えを与えて、皆さんに飽きを与えないね、動画編集の心づくりし、ここ動画編集を心がけてます。はい。
てかもしかしたらちょっと高橋由伸選手より俺糸井選手の方が欲しいかもしれん。これマジで糸井選手の方が欲しいわ今。大谷選手のスピリッツもちょっときつくなってきてるから、まあ高橋由伸選手に変えたいってとこあんねんけど、大谷パワー高いからな、賄えるんよな結構。スピリッツ低くても補えるか。うん、さあ90連目です。もう100連くらいにしとく。次 S ランクでやめようか。時間的に多分もう結構長い間撮影してるから、まあね、生放送でちょっとあのヒーローズやってから追加ガチャできたらやろうかな。まあちょっとだけ追加ガチャ会はまた別日でやりたいんで。おー、来た来た来た、よし、もうこれで終わるか、これで終わろう、お願いします。いや時間的にちょっと微妙やったらもうちょっと引くけど、わかんない、お願いします。カメラでもいいよ。いやこれちょっと待って、マジ大丈夫、50%。ああ、八重樫選手 A ランク2枚目ありてます。結構極みにできそうな。OB の A ランクの確率多分これ、あ、ちょっと待って。これ上げたな、この網な。これ OB の A ランクの確率上げてないか、確定じゃないとき。だって、今日おかしいもん。めっちゃ出てるもん。OB の A ランク。マジで。はい、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 はい。痛い。マジで、めっちゃ嬉しい。ありがとうございました、これは。